何を復活っていうかさせたいかっていうところで裸参りっておっしゃって、浪江町で研究を進めている大阪府出身の笠井由香さん36歳、一昨年町に移住してきました。双葉町の東日本大震災原子力災害伝承館、笠井さんは東京大学大学院に通いながら伝承館の研究員を務めています。災害時にも助け合える町づくりで、もし何かあった時自分たちで助け合って乗り越えていく、そういう町にこうつながっていくっていうふうに私自身は思っています。日々の研究は人と人が助け合える防災力の高い町づくり、そう考えるきっかけはある経験にありました。これからも作っていくっていうことが、1995年の阪神淡路大震災、犠牲者6434人、10万棟を超える住宅が全壊するなど甚大な被害をもたらしました。当時大阪に住んでいた笠井さんは小学2年生でした。ゴーっていう音で、で本当に2年生なのでゴジラが来たと思ったんですね。大きな揺れで家の中のドアが開かなくなり、母親がドアのガラス張りの部分を割って必死の思いで外へ避難しました。もうそれが怖い状態だったけど、ご近所さんに大丈夫って言われた時になんかすごく安心した。裸足で逃げる時、近所の人から靴下をもらった笠井さん親子、周りの人に助けてもらったことは今でも忘れられないと言います。その10年後には107人が死亡した JR 福知山線の脱線事故が発生。当時大学生だった笠井さんはこの電車に乗って通学する予定でしたが、偶然にも難を逃れていました。そして2011年の東日本大震災、笠井さんは社会人2年目に東京で経験しました。当たり前の日常が一瞬で奪われてしまう大きな災害や事故。笠井さんにはある感情が芽生えたといいます。みんな一生懸命生きてきたんだから、それが継続できるように何かできないかな、じゃあ備えよう。その後大手企業を辞め、防災を広める活動を始めた笠井さん。その中で浪江町の人と出会ったことがきっかけで、4年前に初めて浪江町を訪れました。全く音が聞こえない、目に見えるものしか情報がないような印象でした。でこの町に音が戻ってくるのかなっていうのをなんか直感で思って、でそれを見たい。今後の町の復興などに関心を持ったという笠井さんは一昨年10月移住を決意。伝承館の研究員として浪江町の町づくりや町に対する住民の思いなど聞き取り調査を行っています。こんにちは。今日もすいません、よろしくお願いします。浪江町の鈴木さん夫妻、原発事故後息子夫婦と宮城県で暮らしていて、浪江町の自宅には月に数回通っています。多分ここには戻らないと思うけども、この場所はどうなると思うとね、ちょっとやっぱり、なんとなくやっぱり辛いなと思いながらも、まあ孫たちとかなんとかね、その人たちがそういうふうに活用してやってくれたらば、それは生きてきた我々としてはありがたいなって思いますよね。笠井さんは町の人の声を真摯に受け止め寄り添いたいと話します。去年の夏、この行政区の復興のシンボルである神社で11年ぶりに盆踊りが復活しました。区長さんがポロッと、いやこれ普通当たり前なんだけどな、これがっておっしゃったんですよね。
普通だよって言えてよかったなってすごい思って、街で行われることがこれからまた普通に繰り返されていくんだろうなって感じることができたので、その瞬間2つの震災を経験した笠井さん、浪江町の復興を追い続けることが防災力の高い街づくりをより多くの人に伝えることにつながると信じています。人が共に助け合って街を作っていくっていうのが大事なんだって改めてこう全国の人とかに伝えられるんじゃないかなって。笠井さんはこれからも災害時にも助け合える街づくりをここ浪江町から全国に発信していきます。